やね、ちょっと私今ふとよぎりました。本当はね、次この芸行くはずだったんですけど、あのとてもね、お正月には成功率が低くてね、本番では出せないなと思ってたんですよ。でも今日はこの皆さんのこの温かい応援の感じと、ちょっと今日のクマのコンディション、もしかしたら成功できないかもしれないですが、一個挑戦したい芸があるんです。ちょっとだけやらせていただいてもよろしいですか。すいません。なんと先ほど使いましたこちらのハードルがございますね。これを竹馬に乗って挑戦させていただきます。はい、ちょっと先ほどの竹馬はね、ちょっと本番用なんで、ちょっと練習用に変えさせていただきます。こちらが練習用です。さあ、今年はね、本当にいい年にしていきたいね。本当に皆様にも勇気をぜひ与えたいということで、今日はちょっと無理ですが、無理かもしれないんですが、挑戦させていただきます。竹馬に乗ったまま、あ、どれです。もちろんこれ決まりましたら、お客様の前では卒業でございます。よっ、はい、足からとよそを取って、さあ皆さん、まばたきにご注意。さあ行くぞ、このまま、はい、イエーイ、今のステージまで本気決まりました。ありがとうございます。竹馬ジャンプ見事大成功でございました。嫌がらない、嫌がらない。なんで嫌がらない、もうちょっと、あ、かわいい。あ、よくやがったね。はい、お疲れなんでございます。ありがとうございます。やっぱり間違いなかったですね。もう今日のお客様の前だったら、ね、クマちゃんで、ね、頑張ってくれると思ったんです。さあ、じゃあ皆様、このままの勢いで、いよいよでございます。こちら、本日のメインの芸、ご覧いただきたいと思います。あ、お帰りですか。ここからだったんですけどね、もったいなかったね。はい、クマ、待ってて。で皆さん、そこのね、あのベンチ埋めちゃっていただきます。クマちゃん、うろうろしない。参加してない。猿みたいな声出さないの、こうやって。あ、皆さん、もうちょっと笑っていいとこですか。もう、こんなの日常茶飯事でございますよ、ほんとね。ちょっとね、お猿ちゃんがキャッキャ言うと、お姉さんがいじめてるみたいに思われるのがね、ちょっとたまに傷でございますが、ね、こうやって二人でね、切磋琢磨頑張っております。最後。さあ、どんな芸かはね、細かい説明はいたしません。クマちゃんの頑張りにご注目いただきましょう。立つ。それでは参ります。さかなクンでございます。さあ、じゃあ今日はね、こちらどんどん広げてまいりましょう。アイザカザザン、もうちょっと行きましょうか。こちらでございます。さあ、これを飛んで逆立ちで着地というルールは変わりません。入ります。よし、決まりました。 OK、 ありがとうございます。よし、じゃあすいません皆さん、もう本当朝から頑張っておりましてね、そろそろクマちゃんの体力も限界が近づいてまいりました。あと1回だけ広げて終わりにさせていただいてもよろしいでしょうか。ありがとうございます。じゃあもう最後ですからね、やっぱり私が決めた距離やっても全然面白くないと思いますので、今日はね、皆様のご希望に応えて